ニューヨークヤンキースは1926年から1929年の短期間だけ存在したアメリカンフットボールチームである。チームは1926年設立の AFL に所属し、1927年と1928年の2シーズンは NFL に所属した。チームの誕生はベアーズのスター選手、レッド・グレンジの契約問題に橋を発する。 グレンジの代理人であった CC パイルはグレンジの保有権が自分にあることを主張し、ベアーズに多額の契約金とベアーズの保有権の3分の1をベアーズのオーナーに要求したが拒否をされた。次にパイルはグレンジの保有権が自分にあることをオーナー会議でオーナーたちに示した上でニューヨークを本拠地とした新球団の保有権を認めるように主張し、 それが認められない場合は自分で新リーグを設立すると主張した。ニューヨークにおけるフランチャイズはニューヨークジャイアンツに対して排他的に認められていたことからリーグはパイルの要求を拒否した。リーグはパイルの要求を拒否したものの当時クレンジの人気が非常に高くクレンジが敵対リーグに所属することが NFL に財政的な打撃を与えることは リーグの共通認識であった。そこでリーグはニューヨーク中心部ではなくニューヨーク郊外のブルックリンに本拠地を認める妥協案をパイルに提示したが、パイルはすでにヤンキースタジアムと賃貸契約を済ませていたので、パイルは妥協案を拒否し、アフリーの設立とともにチームも設立された。新リーグではグレンジ出場の試合は、 NFL の倍の観客を動員したが、クレンジが出場していない試合は、観客動員が思わしくなく、1シーズンでリーグは解散した。フランチャイズ圏の競合から1926年のオーナー会議で、パイルの要求を拒否していたジャイアンツのオーナーは、グレンジの人気がリーグに必要であることから、ヤンキースの NFL 参入へと動き、この年に解散した。 ブルックリン・ライオンズの債務を肩代わりすることにより、ライオンズのフランチャイズ権を取得し、このフランチャイズ権をヤンキースに貸与する形で、ヤンキースを NFL へ参入させた。貸与契約は3年契約で、ヤンキースがヤンキースタジアムを使用する試合数を制限することで合意した。チームは1929年シーズン終了までのリーグ参入権を得たものの、 足を怪我したグレンジが1928年シーズンからフルスベアーズへと復帰し、1929年シーズン開幕前に解散した。ありがとうございます。